来たる12月24日、我々はクリスマスパーティーを行う。おっこつゆだか、君が買ってきたプレゼントは中身次第で僕を喜ばすこともできる。買ってますよ。来い、メカ。さあ、プレゼント交換の始まりだ。というわけで、プレゼント交換は然るべき時、然るべき場所で行うよ。特に五条悟をパーティーに誘うのはやめておいた方がいい。十中八九意味不明なプレゼントを持ってくるし、最悪払わされる。そもそも私は高専関係者にクリパを見られるわけにはいかないから。大丈夫、僕センスの塊だから。プレゼントの中身について教えてあげる。僕からはとある部族のお守りを。で、みんなは何持ってきたの？カルパス1年分。ドラ焼き1年分。今の誰？誰だったよめ。いや、こっちのセリフなんだわ。シャケ。みんなは彼の言っていることがわかるのか？多分まんまですよ。うちのメガネ。私のメガネです。生画像サトル、生画像サトル。タカラちゃんの握手券。どいつもこいつも、グリプロなんたるかをまるでわかっていないな。いい機会だ。教えてやる。本物のクリプレというものを言ってやれ。こぞエミズ人間3のブルーレイ。さすがだマイブラザー。来年のスケジュール帳。よいよい、さすがだな。薄っぺらいんだよ。プレゼントも女の好みも。私はこれ、特級呪物極門鏡を使う。極門鏡をくれ。高いプレゼントにしなくてよかったよ。プレゼントの開始、みんな本気だね。ナイスセンスだ、さすがはマイブラザー。ああ、アオイ、また来年もこうしてパーティーできればいいな。ここからは時間外労働です。みんなご視聴疲れ様さ。チャンネル登録したいなら好きにすればいいさ。君たちにそんな情があるかは知らないけどね。あららら、フィナンスとレレリルさん、皆さん知らずに。ご視聴ありがとうございました。あ、今度は本物のギウッチじゃん。本物とはどういう意味だ？なんかさっきのクリパラさ、ギウッチに声似た変なやつがいたんだよね。まあギウッチも変だけど。ああ、そいつはゲトスグルと言って俺より断然嫌われている。見分ける基準が好感度ってどうよ？そんなことより、ポコチャというアプリで毎日ライブ配信しているそうだな。そうだよ、基本毎日22時半から配信してるよ。よかったら説明欄の一番上のリンクから遊びに来てね。夜暇ならぜひ見に来るといいな。ポンコツ義勇のヒロカミ血風と実況チャンネルも応援してくれ。まあどうでもいっか。冷たい。ご視聴ありがとうございました。また次の動画で会おうぜな。俺はゲーム実況チャンネルで待っているぞ。バイバイ。